柳沢美希さん。あなたは原告側の証言によりますと、昨年の10月頃から今年にかけて何度もその好奇の目を持って原告安田桝さんの庭を覗き込んだことになっています。また常日頃安田さんの悪口を触れ回り、マスさんの夫である S 田秀一氏の職場にまで嫌がらせの電話をかけるなどの行為も証言されていますが、これを認めますか？そんな事実はありません。私は S 田さんの隣に住んでいますから、庭で掃除をしているマスさんと目があったり、そういうのは。今唾を吐くのやめて。唾なんか吐きません。私わからないんです。どうして奥さんが私のことそんな風に言うのか。私この年まで息を潜めて静かにしてきました。それはもう本当に息が止まるくらい静かに。ポンの匂いがする。まだポンの匂いがする。訴えられてこんな大層なところに立たされるなんて、今だってよくわかりません。被告は冷静に、それから原告は死後を慎むように。あの人のやりにウジ虫みたい。と耳からうんこの匂いがするわよ。ウジ虫でしょ。わかりません。伊藤さん、あんまり余計なこと言わないの。ヘドが出る。ヘド出ない。ヘド出るね。奥さん、あっちの言うことに惑わされないで続けて。はい、私は江下さんの悪口を触れ回ったり電話をかけたりした覚えはありません。嘘や。嘘じゃありません。嘘つき。私が電話に出るとガチャーンと来た。わざとガチャーン。それは私じゃありません。浮気からあんたの匂いが来た。原告はちょっといい加減にしないと退場させますよ。それから被告も原告の言葉にいちいち答えなくていいから。裁判長、私の調べによりますと、原告側の訴えのような事実はほとんどなかったと言ってよく、むしろ悪口を触れ回っているのは原告自身ではないかという見解を持ちましたが。被告は原告に悪口を言われましたか？はい、道ですれ違ったりすると必ず吐き捨てるように。どういう悪口を？言えるもんなら言ってごらん。に関することはほとんど言われましたよ。では私が代わりに、被告柳沢美希が原告決断マスから受けた助成金に関する中傷は次の通りです。マンゴが臭い、マンクサ、エクサレマン、マンゴ女、マンガオ、ドマンゴ、マンジル草女、シルマン、バケマン、カメラマン、ウルーマン、ハヌマン、マンゲ頭、それマンゴ、マンゲ頭、マンゴバカ、マンマンコロコロ、マンコロリ、マッコリ、バカマンコブラ、あ、失礼しました、バカマンコブラーブラー。これは中傷じゃない。裁判長、これは事実なんです。本当に匂うんです。困るんです。あなたの家からもう一度大の言葉に匂ってるもんだから。もうやめましょう、やめましょう。この裁判、私もどうも乗り気じゃなかった。おります。なんだ、なんて気づいてんの。原告代理人、どういうことなのか。茶番なんですよ。この人のゲームに付き合わされてるだけだ。この裁判は、私調べて分かったんだけど、この人この年になってね、9回も他人を告訴してますよ。話聞いてても分かるでしょ。この人ただ裁判が好きなんだ。今もこの裁判の他にね、2つも告訴抱えてんですよ。この人の弁護したら笑いもんだ。やめます。訴えてやる。あんたを訴えてやる。やめるんだ。ます、いいじゃないか。負けよ、この裁判。いくらぐらい負けたっていいじゃないか。一緒に帰ろう、マス。あのな。何？いや、なんでもない。坂井、何なの？お前、幸せか？うん。違うね、お前はね、
貧乏だ。で、めくらだ。あと知らないだろうけど、ブスなんだ。よく考えてみ。幸せよ。自分の肌に触ってみ。潰れてんだ。わからないわ。潰れてんだよ。世間ではお前の鼻、そういう風に言うの。言われたことないわ。それはお前がめくらだからみんなお前遠慮して言わないだけだよ。どっちみち私には同じことよ。お前は不幸な女で。私が幸せだってんだからいいじゃない。いいじゃない。お前はね、分かってない。本当の平等の意味が。めくらが幸せ。それは大人の幸せじゃないね。そんなことよりあんた。なんだ。さっきからそこに隠れてる女は誰？まいったな。野球やりたいんだけどミットがないんだよ。それじゃまで田舎の草野球ね。え？ミットもない。私の名前はエスタヒデイチと申します。私は物心がついた時から言葉がこんな具合で、それでよくと友達にいじめられました。クラシック音楽が好きで、子供心に指揮者になりたいなどと思っておりました。22歳の時に父が死に、北九州の小さなメキ工場をつきました。それはそれでそこそこ経営もうまくいっていたのであります。翌年も私は工場の事務員だった。マスと結婚いたしました。お、私のような男を選ぶぐらいですから、もともとおかしなところのある女だったのかもしれません。結婚して13年、昭和57年11月22日午前13時3分47秒、1972年11月22日午前13時3分47秒、マスが32歳の時、初めての子供を死産すると、マスはそれから なんだか変な風に なってしまったのです。それから、マスは訳もわからない理由で次々と近所の人を告訴いたしました。もちろんデタラメなあれですから、全くの敗訴です。そうこうするうちにマスはふといなくなってしまったのです。もともとふらっと出かけては 2、3 ヶ月帰らないことがあったので放っておいたのですが、その時は それきりに なってしまったのです。それから待って2年、私もマスの噂を聞きましたですよ。ちょっと東京の知人がマスを歌舞伎町で見かけたというのです。私それを聞いて、わけもわからずにやってきてしまったんです。私マスを探しております。私エスタマスを探しております。
死者の夢に住む天使、中国の麻薬に酔いしれて書いた詩だ、君たち。ヒデオ、大きくなったね。お前何を読んでるの？なんか大月賢治の本。わあ、わあ、読書はいい。お前は何をしてるの？モノマネができるようになったのか。やすしくモノマネもいい、小人もいい、そのバイオリンもいい、みんないいよ。ジャンプリー、ジャンプリー、あ、とんがり頭もいい。とんがり頭で私の三次の壺を押してちょうだい。ほれ、ずんと、ほら、ずんと、おー、さ、うーん、よどかしさもいい。お前たち全員10歳のお誕生日、ほら、どら焼き、お祝いに映画を見せてあげよう。私の一番好きな映画、ロンゲストヤード。フットボールない。第一、健康的じゃないか。光彦さん、福助が目覚めたようです。おはよう、男爵。まぶしかったか。三住製薬グループの御曹司、三住光彦。元家族の家系を恥じて親しい者にはわざと男爵と呼ばせずだ。まあ、シンプルなスノビズムだね。奴は完全な異常者だった。俺はその頃ペーペーでルポライター目指しながら三隅の秘書のようなことをやってた。この青2歳でさ、奴が俺を雇った理由を教えてやろうか。このやけどが面白かったからよ。芸術品だ、バランスだよ。お前ほどバランスの取れた人間を見たことはないよ。針の病院で見た両腕のないシャムソーセージよりも完璧だね。身に余る光栄です、男爵。さあ一緒に座ろう、ロンゲストヤードを見ようじゃないか。バート・レイノルズはいいぞ。セクシーだ、セクシーだ、セクシーだ。映写技師、映画を始めてちょうだい。それから間もなくして三隅製薬事件が発覚した。三隅が発売していたスタンダードな精神安定剤、これがある時期調合ミスで妊婦にダメージを与えた。生まれてきた子のほとんどは死産、生きてても危険だ、それも重度のね。しかも三隅は14年間もそれを隠し続けてやがった。隠された危険児はどうなったか。ドン、ワン。そこで俺にチャンスが訪れたのさ。坂井、松下さんはな、俺が働いてる菅間院の看護婦さんなんだよ。コオロギさんには警備の面でいつもお世話になってます。今日大変だったのよ、病院。あなた非番で知らなかったろうけど。何、何があったの？おい、坂井、俺のおかわり分のカレー出してやれ。テレビで見なかった？三隅製薬の、なんだな、変態の若社長が14年も危険児監禁してたってあれか。その監禁されてたうちの一人が今日からうちに来るのよ。あら、カレー、うん、食ってくれ。やだ。そうか、大変だな、あれだな、テレビとか取材とかいっぱい来るのな。松下さんとかおっしゃり様らしたわね。慣れないって敬語使うな、お前。フランクに行け、フランクに。今日はどういったご用件で？用件がなきゃ来ちゃいけねえのか。あの、コオロギさんに頼まれてお薬を届けに。用件がなきゃ来ちゃいけねえのか。本当は私嫌だったんですけど。高い、うちはもう用件がなきゃ職場の職場の職場のお前、職場の同僚も来ちゃいけねえのかって聞いてんだよ。そんなことはないですけど。そんなことがないからどんなことなんだ。どんなこともないわよ。じゃあなんで用件を聞いた？私帰る。帰るな。じゃあなんで用件を聞いたの？用があるのかなって思ったからよ。だから用がなきゃ来ちゃいけねえのかって聞いてんじゃねえかよな。そんなことないって言ったじゃない、奥さん。違うね、こいつはね、そんなことないけどっつったんだ。そんなことないけどなんだ。ああ教えてくれよ、けど何なんだ。めくらで貧乏でブスのお前にどんなけどがあんだ。
この人の鼻も潰れてるねどれ。あ、本当だ、松下さん鼻潰れてますよ。やだ。大丈夫だよ。あんた、なんださっきの話の続きですけど。けど私やっぱり幸せなんだと思う。違うね。もうあと1時間ほどで東京行きます。あなたには一人組織の者が礼に伺う。礼だなんて、しかし信じられないな。情報機関の人がオイラのトラックに乗ってるなんて。で、その女は何の情報機関だと言ったのかね。はっきりとはあれしなかったんだけど、なんか朝鮮から情報を得てるって。とにかく今世界情勢の水面下では日本と北朝鮮は大変な緊張状態にある。少しでも多くの情報を入手しないと。で、その女は何であんたのトラックに。小倉から東京に荷を届ける途中だったんだけど、敵のスパイに追われてるって焦って言うから。公共の交通網を利用するのは危険だろ。どこにスパイが光ってるかわからないわ。桜咲いた。おお、危ねえ危ねえ。本当本気は危ない。まあ、今味方の車が通ったの。安心するように暗号を送ったわ。あ、話してちゃった。マジ。東京に着いたらとりあえず警察に届けておいた方がいい。あなただけに危険が及ぶ可能性もあるからね。それでのこの子この交番に来たんですか。騙されてるのかなと思ったんですけど、でも警察行かないと怒られるんじゃないかと思って。いや、わからないですけど。なんか損した。いえ、別に。じゃあいいじゃない。はあ、帰んなさい。はあ、ほら、よそ見しない。うわ、危ねえ。どう、すまんな、お前に世話させてな。よく寝てる、あんなに泣いてたのに。警察病院で聞いてきたけど、やっぱりファメだったよ。生まれつきのあれで、手術とかしても治らないファと。そう、ひどい人もいるものね。嵐の中に赤ん坊を捨てるなんて。それも歌舞伎町のキャバレーの裏口にファゼ。背負ってるものが多すぎるよ。せっかく懐いたのに、明日は施設に行かなきゃいけないのね。お前、せめて目がもう少しあれだったらうちで。せめて目がな。名前はさ、俺がつけろって言われてるんだけど、初めの担当ってあれで。私考えてたのよ、栄ってどうかしら。人生が栄えますように。栄えか、いい名前か。外はえらい風だね。この風、私たちがこの歌舞伎町にやられてるんですよ。こんな風だった。あの日ちょうどこのビルの裏口でめくらの子が泣いてた。覚えてるかい姉さん。生きて育ってるかしら。恨んじゃいないだろうか。知ったことじゃないね。はっきりしてんのは、あの日私たちが空や食わずで逃げ込んだこのビルが今じゃ丸ごと私たちのものだってことさ。さあさあレジ、お土産を見せておくれ。はい、203ミリ榴弾砲です。TNT 火薬を使用。爆発時の殺傷能力は50メートル四方に及びます。いいね。いいわ。すごくいいよ姉さん。私の自衛隊時代の部下に命じて富士の裾で拾わせました。生じゃないんだろうね。もちろん発射済みです。触らせてちょうだい。落とすぞ落とすぞ。どっか、うん、ああバカ野郎。いや、ジョークでございます。バカ野郎。いや、ジョークでございます。バカ野郎。ジョークでございました。冗談は嫌いなんだよ。さあレイジ、本当に落とさないうちにしまっておくれ。はい。不発弾はいい。いいね。いいわ。すごくいいお姉さん。火薬を抜いてコレクションするやつの気が知れないよ。行きとで行かない感じがいいのにね。行っちゃうとまた違う。行く寸前のもどかしさがいいの。これもどかしさよ。不発弾を眺めてるとインスピレーションが湧くね。あー、どうしたの。ヒロミがちょっと面白いことに頭痛が。予感かい。あんたの予感ってやつは私たちを儲けさせてくれる。今度は何だい。力。力向かってくる。力は向かってくるのかい。恐ろしく空虚な力、巨大で空っぽのエネルギーが歌舞伎町に向かってくる。
あ、ダメだなこれ。やっぱダメだ。あ、すいません。あの、ごめんなさい。あ、ダメです。え、あの、あ、本当にダメです。もう、ああ、いや、あ、またの、筋肉悪くなっちゃったこれ。謝んなくていいよ。お金はもらったし。あ、あなたには、いろいろ、頑張っていただいたのにね。おじさん、こういう遊びするの初めてでしょ、なとして。いや、あの、女は、女房しか知りませんでした。それも、一回きりですよ、役に立ったのは。まあそういうことになるとどうもあれで、こっちはあのこう、頑張ってても向こうがなんかもうモロッコ状態で。家に来たって言ったっけ、奥さん。ねえ、見つかるといいね。いやもう、結構諦めてますけどもね、14年になるからね。昭和58年2月11日午前9時半。よっぽど好きなのね、奥さんのこと。私みたいなもんに構ってくれるのは、あれぐらいしかいないから。そうかしら。私も構ってあげようか。ねねねね。ちょっと事務所に電話するね。ねえ、おじさん。延長する？延長したら、なんかいいことあるかな。あるよ、いいこと、きっと。どうする？延長します！ガマ！病院の名を取って、スガマ、夏だから夏を。患者の呼び名はスガマ夏を決まりました。あ、先生、夏を病院は元気なんですか？監禁先で虐待された様子はないんですか？それはありません。だが、暗いところに閉じ込められていた状態ですから、大病院的には虚弱です。知能は、夏を君は喋ることできるんですか？簡単な会話は診察官に交わしました。知能に関してはよく検査してみなければ分かりません。ああ、100年経ったらその意味わかるよ。幽霊だ。ちょっと通してください。ああ、夏くんに直接インタビューさせてください。先生、写真撮ってください。ダメです、夏くんできた。夏くんは発見された時のショックからまだ立ち寄ってないんだ。もうおしまいおしまい。ガヤの人は返して。先生、なんでガヤなんて言うんだ。私だって本当はこんなことしたくないんだ。悪いこと言うからなんだ。もう1時間一緒だよ。はい。ねえおじさん、奥さんのこと14年間も思い続けてんのにさ、こんな風なことになっちゃってごめんね。あ、いえ、あの、いいんです。情報を集めてるから。情報？マスは普通の職につけるようなタイプの女じゃないし、あなたみたいな職の人にたくさん会っていろいろ尋ねてるんです。で、なんか収穫は？まあ、考えてみたらマスも50近いんだし、とてもホステスの務まるような年でもないし、ましてやあんたみたいに売春なんてとってもとっても。やだ、もっとナウチクホテトルって言ってよ。あ、ナウチクですか。ねえ、面白い人紹介してあげよっか。田村保つ。田村、誰なのそれは。私の昔の男でね、風俗ライターなの。売れない上にアル中でしょうもないやつなんだけど、歌舞伎町とか盛り場の人間関係には詳しいはずよ。奥さん探す手がかりになるんじゃないかね。いや、あの、そこまでされてもいいじゃない。ダメで、もともと一緒に会いに行ってみようよ。いや、なんでそんなに親切なのかよくわからないし。親切なんかじゃないわよ。おじさんに構ってみたいだけ。純愛だから。純愛？私が純愛？あ、いやいや、そんなんじゃないですよ。純愛よ、純愛。世の中に純愛ほど面白いものはないわ。ダメかな、面白がっちゃレベル低いかな。これ何のプレイ？私、おじさんの14年の純愛の顛末を見てみたいのよ。君は、君は…私は双葉よ。うわー、ありがとう。うわー、ありがとう。10年の長い監禁状態の後、菅間総合病院に保護された三隅病患者夏尾くんは、日に日に体力を回復してきている模様です。菅間院長の話では、夏尾くんの精神状態遺憾によっては本人の記者会見で事件の全貌を語ってもらうこともあり得るとのことです。一方、一連の三隅事件の中心人物である元三隅製薬社長の三隅光彦被告は、拘置所への護送中隙を見て逃亡。警察では三隅を指名手配する模様です。入れよ、近。見たよ、福助二号棟で。福助？夏男のこと？福助だろ、あれはどう見たって。まあまあ、座れ。うん。あいつはね、しらばっくれてるね。目見りゃわかる。ベッドに横たわっちゃいるが、ピンピンしているよ。かけてもいい。あいつは俺より頭も切れるし、体も元気だ。ペテン師もいいとこで。コオロギさん。何？別れよ。俺が刑務所にいた頃、口外のふりしてたやつがいてさ。別れよって。
私嫌なの、耐えられないの、ついていけないのよ。ないない尽くしだな。薬これで最後にして。お前打ってくれ。最後よ。病院に黙ってモルヒネ持ち出してることバラしてあげようか。ねえねえねえ、あんたも捕まるわよ。嘘だよ。奥さんがさ、面倒見てあげなよ。地獄だよ、地獄なのに。分かった、分かるよ。その代わりあれだよ、薬は都合してくれよな。出ないと本当にバラすで。お金ちょうだいよ。ん、何か言った？私だって危ない橋渡ってんのよ。ちょうだいよ、ちょうだいよ。お金払いなさいよ、あんたは。ちょっとあんた何すんのよ。どういうつもり。痛い。つけて中途半端な言葉を教えて変な風に育てて、社会で全く通用しない人間に育ててやる。そりゃ俺じゃねえか。どっちでもいいって何が？スズムシがいてもいなくてもどっちでもいいっつったのよ。ガリきたこと聞かないでよ。うるせえババア。何がよ。どっちでもいいんだったら黙ってろっつってんだよ。なんで私が黙ってなきゃいけないのよ。スズムシと匂いがするからスズムシと匂いがするって言ってんじゃないのよ。だからここにはスズムシなんかいねえっつってんだろうがよ。誰もここにスズムシがいるなんて言ってないじゃないのよ。じゃあなんでスズムシの匂いがちょっと痛くしたのかよ。なんでスズムシの匂いがすんだよ。知らないわよ。どっちも言ってんじゃない。知らない。
くだらないと思って、そっちが先にスズムシの匂いがするってクソ言い出したんだろうがよ。ふざけないでよ、ネクタイなんか外して。触んなよ、まあ、回すなよ。いやそっちだろうが、ふざけてんのは。あたいがふざけてんのさ。どっちでもいいことぐだぐだ喋ってるからよ。私が喋ってることはどっちでもいいかないわよ。自分の喋ってることにいちいちどっちでもいいなって思ったら人生やってけないじゃないの。どっちでもいいんだっつの。私はスズムシの匂いの話をしたのに、あんたはスズムシそのものがいないと言ったね。ここにスズムシがいないのは分かりきってることを、その分かりきったことがあんたはどっちでもいいやつだと思った。だからどっちでもいいって言ったのよ。バテな、触んなよ。うるさいよ、レジ。金の計算が分かんなくなっただろう、騒いで。すいません。悪いな。なんだ、どっちでもいいって。いや、それはそれよりもこの女ですよ。うちの窓に石投げてガラス30枚割ったのは、若いのって捕まえさせました。何のことはない。最近うちの周りでガラクタ広げてるババアですよ。ネクタイ、すいません。あんたいい年してなんでそんなことする。こっちは10万のとこの損だよ。週刊誌で読んだよ。あんたのとこは風俗やってでかくなったくせに不動産もやってんだ。私は5年前まで錦糸町の塚があるってキャバレーでホステスやってた。ところがそこがいつの間にかあんたの手に渡って経営方針が変わった。ピシピシギャルだけどって私みたいなババアは笑えろってことよ。仕方なく歌舞伎町に流れてきたものの目ぼしい店はみんなあんたに気がかかってる。頭に来た時にこの記事を読んだ。見渡せばこのビルが目に入るじゃないの。それで深いコールの末石を投げてしまったのよ。ごめんなさいよ。それが謝ってるつもりだろババア。あんた何を言ってんだよ。水よ。水、新大久保あたりでうろうろして外人商婦に声かけてさ、その辺の査定でコーヒー飲ませて5、6人粘らせてるのよ。私は町の酔っ払いに魔法瓶に入った冷たい水を1杯50円で、酔いがちらっと引いたところで、お兄さん、いい子いるわよ、ブラジル娘、一人2万で紹介して安手のラブホテルにご案内さ。危ねえ橋を渡ってやがる。ヤクザに見つから袋にされるだけじゃすまんないぞ。姉さん、おいらのそのシートが出るんだ。聞いてくれ、ヒロミとミッチーのそのシートが出るんだよ。ミッチー、ミッチー、お前はかノベルティとして配るのさ。ちょうだい、これちょうだい。誰この女。あんたの旅館に出てきた力さ。お前どこに住んでんだい。小屋。小屋ってなんだよババア。お前何をやった。今日からこの小妻工業ビルに住めばいいよ。会見は3分。質問は簡単なことに限らず、これ
今とほとんど変わりはないな。どもりはもっとひどかった。東京に来て治っちゃったけどもね。いじめられてたでしょ。いじめられてた。クラスに悪いのが12人もいてね、もうしょっちゅう。私も。君が？うん、なんかいじめやすかったみたい。 IQ 高かったし、帰国子女だし、フランス入ってるし。そうだねそうだね。やだ、信じてない。一度頭を重い棒で殴られたの。それから右指が思うように動かないのね。で、ほらここ切って神経直したの。それ違うな。それは違うな。何が違うのよ。いやいや、何が違うのよ。はじめ、僕たちは10人でした。半分は死んでどこかに連れて行かれました。栄養状態が悪かったんでしょう。あんな地下室に閉じ込められたんじゃ育つ子も育ちません。ミスミミツイコはどんな人物でした。優しいけど怖い人でした。今失踪中の彼に言いたいことはありませんか。自首してほしいですしかし田村さんってのは私みたいなもんの話を聞いてくれるかな。大丈夫、酒さえ飲ませりゃ大抵のことは OK よ。あ、でも初対面の人間だったら必ずあの話を聞かされるから我慢して聞いてね。あの話って過去の栄光。三角の秘書をやりながらなんとか物書きで世に出ようとしてた俺にとってあの事件はまたとないチャンスだった。三角光彦の奇刑事監禁スキャンダルをすっぱ抜いたのさ。なんだあんた知らねえのか。4年前はあんなに世間を騒がしたってのによ。ところでこれ世間の人が今一番心配されることだと思うんですが、ナースオンチャンネル5人の障害児が失礼して地下室に監禁されていた10年間、その被害は一体どのようなことが起こっていたんでしょうか。奇刑愛だね、奇刑愛ってな言葉がもしあればしっくりきたね。あの男三角光彦の場合。元気かい。あいつはとにかく奇形なものにしか愛情を感じない精神的な片方さ。当時奴の秘書をやってた俺はそれに気づいてた。教えてください、何をされたんです。三角に何をされたんです。先生、くすけ夏尾くんの心拍数が中止です。会見は中止です。教えてください。俺氏も三角製薬が10年前に間違って有害な物質を調合した精神安定剤を一時発売していた事実が発覚した。今から14年前だ。福祉に欲しいものはないか。福祉で遊ぼう。隠して、奴はもっといろんなことを隠して。俺はそう睨んでいろいろ調べた。あんたたち早く帰りなさい。最後の質問です。三角には何をしたいです。三角光彦、三角病の副作用に刑事が生まれたと思しき病院を買収して偽の死亡診断書を書かせた。そして危険の度合いの激しい新生児だけを自分の家の地下室に連れ去って名優だね。気に入った。今晩遊びに行くよ。さ、コップをバーン倒したじゃない。あれってさ、わざとだよね。
え、コップ倒したじゃない、バーンって。あれわざとだよね。いい感じでしたよ、キケイジのよ。あれってわざとだよね。誰なんですか。コオロギさんってんだ。変な名前でしょ、福助ちゃん。何、なんで。だって福助さん、何しに来たんだ。俺な、見ちゃったんだよ、お前が夜中にスタスタ一人で歩ってるのさ。なんだこの子は、歩けるじゃんと思って、一日中ベッドに一人きりじゃ体もなまるだろうと、遊び相手になってやろうと思ってさ。歩くの見た。もっと言おうか、お前はね、ナース室を覗いてたんだよ。違う、具合が悪くて。なんで、嘘が悪いな、これだ。やめて、やめて。それがお前を嘘させんのか。いいじゃないか、男の子なんだから認めなよ。黙っててやるからよ。覗いてない。喋りまくるぞ。病院の皆さん、福助君と菅間夏男君は夜中にナース室を覗いた女に。やめろ、やめろ。いいよ。この八方美人がテレビでは哀れみを買い、院長には従順、その上看護婦にまで好かれたい。好かれてどうするやらしてくれんのか、あいつらが。くれない。黙っててよ、お願いだから。何を。ナース室のこと。じゃあ認めろよ。認めるって。記者会見の席でわざとコップを倒したことだよ。認めたらどうなの。大人になるんじゃねえかよ、お前が。うん、坂井か、入れ入れ、空いてるぞ。女房の坂井だ。偉いだろ、めくらなのに俺が夜勤の時はやってな、弁当作ってくれた。いるの、あれは。ああ、いるさ、ここに。ラジオでお前のこと聞いてすごい興味持ったな。どうだ、触らせてもらえ。今日本一の有名人がここにいんだぞ。ああ、ごめんごめん。やめて、やめて。顔笑かしてくれんだろう。聞きたいことがあるの。あなたラジオでこう言ったわ。今までいろいろあったけど、今はいい人たちに囲まれて幸せですって。ねえ、あんたと私じゃどっちが幸せ。わからない。ねえ、どっちが不幸。わからない、わからないよ。じゃあわかりやすくしてやるよ。あれするとあれだな、あれするとあれだな。家出した奥さんは相当な躁うつ病だね。やっぱりそう思いますか。あんたと暮らした12年間のおとなしく自罰的なマスは長いうつ状態だったという。それから待ちに待った初めての子供を死産したショックで発病した。そう状態になっちゃったんだ。ああ、普通とは逆のパターンだがね。手紙を山のように書いたり告訴を繰り返したり、あげくの果てが蒸発で。なんで家出するの。そりゃこのおっさんと一緒じゃ人生しょぼくれちまうと思ってからだろ。あんたほどしょぼくれちゃいないわよ、この人は。純愛なんだから。じゃあ純愛です。あ、いいよ。じゃあ私そういうの純愛なんかじゃないんですよ。だいたい私ね、この机の上が粉っぽいと嫌いなんですよ。ああ杉山さん、やっぱりマスを病気にしてしまったのは私なんでしょうかね。知らねえよそんなことは。マスを探してもらえませんでしょうか。私ね、
あいつに一回会ってそのことを確かめてみたいんですよ。お願いします。探し出してくれたら私何でもしますから。探し出してくれたらね、土地、北九州の土地あります。私北九州に、ね、土地持ってるんです。私ね、あんな土地も何の役にも立たないからね、あの土地あります。今あの県民証私ね、あの持ってますから、あの土地はね、もう私には、ね、何の役にも立たないんだから、ね、あの土地をあげます。もう私ね、あんな土地はもう何の未練もないんですよ。あ、これ、あ、東京なかなか色が面白いのありますよね、これね。大きいさ、あ、椎茸の穂切れといたら椎茸育ってる。おいしそう。これ長い竹もいけるかもしれない。おじさん、あ、あった。これ権利書です。これありますか。とにかくマスを探し出してもらえませんでしょうか。お願いします。おい、話せよ。お願いしますよ、なんとか。お願いします。だスズムシなんかいねえじゃねえか。ボーボーボー、かまないで。面白い。あんた銭になる男だよ。銭亀だ。本物だからさ。俺はまがいもの。俺が取材する風俗業界もまがいもの。だけどあんたは本物だ。あんたの奥さんもな、本気の本物はね、高く売れるのさ。記事にするのね、二人のこと。それは困ります。ダメかな。いや、早速奥さんの写真を焼きましょう。東京中の繁華街にばらまくんだ。私も手伝う。なんかそんな派手な服を着る。ちょっとやめてください、そんな派手な感じの。田村さん、派手なものは困りますよ。金はいるんだよ、金は。ギターのマンション建設予定地で B29 の落としたメガトン級の不発だってたらしいじゃないの。しかも非公開でね。マニアが詰めようって法外な値がついたそうだ。1000万円はくだらない。欲しいわ。欲しいわ。とっても欲しいよ、姉さん。金がいるんだよ。最近の男たちは性欲ないからね、私たちの趣味もままならなくなってきた。ここらで新しい商売を考えないとね。新しい商売、新しい刺激よね。刺激さ、酒、セックス、ドラッグ、今はそれだけじゃ金は落とさない。予感はするんだけどな。金儲けの蛇、白い蛇が入ってきて、その蛇を大好きになる。あんたたち、ゼリー固めたよ。おばちゃん、よく働くね。え、ボンドよ。ねえマスター、あんた九州にいた頃何度も自殺未遂やったそうじゃない。そう、世の中がこんなに複雑だとは思ってなかったからね。どう、死ぬ感じってわかる？刺激的。睡眠薬を飲んだ時のこと、薄れゆく意識の中で葬式で悲しむ親戚たちの顔が目に浮かんで震えたわ。私死んだのねって震えた。快感で死ぬのは快感かい。快感でもそれだけじゃない。じゃあ客を殺すか。いや、客を殺したらダメじゃよ。何、商売の話。新しくてしかも強い刺激を探してるのさ。人間にとって一番の刺激は死ぬことかな。それはきっと二番だね。なんだよ、一番は何だったんだ。当てずっぽいよ。言ってごらん、じらさないで。生まれることさ。生まれること、死と誕生か。いいいいわ。すごくいいよ、姉さん。こういうのはどうかしら。大して人再生、エロスとタレントの再生、人間テンションプレイよ。クレミ族の顔、死の世界への強い暗示だね。照明は暗くなり、天使たち現れる。完全な闇、完全な死。気分はどう？怖い。でも言ったんだ。あなたは多くの恥をかいた、多くの敵も作った。自分の一番嫌いな人間を演じさせられてきた。でもあなたは死んだ。私は死んだ。人生がチャラだ。そして生まれ変わるの。リセット、できる。あなたは今生まれたわ。おやと言っても
飛行業、いよいよ最後の出し物となってしまいました。現れまするは本日の目玉、奥飛騨の山中に古くから隠れずに、その姿を見た者の記憶から有名な福助人形のモデルにもなったと言われる謎の民族最後の生き残り。その特徴は頭のデカさにあり、なんと普通の人の2倍と言われております。何故そのような姿形で生まれたのでありましょうか。悪魔の怒りに触れたのか、 DNA のいたずらか、それは神のみぞ知るところであります。それではちょっとご覧ください。頭部肥大少年、これが福助でございます。さてこの福助、私が歌います。カーマは気まぐれに合わせて見事踊ることできましたら、拍手のほどよろしくお願いいたします。お願いします。君はいつも恋を放棄してしまうんだね。君の言葉は嘘っぱちさ。僕が罪の自覚がない人間だとか。僕がカマ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 は気まぐれ、行ったり来たり、人のところにいたたまれないんだね。はい、カマ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 で赤きんとして緑、赤きんとして緑。ありがとうございました。東部平井町の福助でございました。大気と芸能の鈴木工業、またのお越し心よりお待ちしております。福助のやつうまくやってるみたいだな。あんた、こんなことして大丈夫なのねえ。私たちどうなるの。なるようにしかならないよ。心配すんな。俺たちは何も福助を誘拐したわけじゃないんだ。そうなの。あいつはね、望んだんだよ、病院の外に出ることをな。本当なの。そう言ったの本当に。栄え、怖いねえ、本当に福助は外に出たがってたの。ねえねえ、今度お前は、俺がお前の嘘ついたことあるか。ないの。質問に質問で答えるな。俺はな、なんだよ、殴って。ふざけるな。また長くなるんでしょ。どうせなら一発殴っておしまいにした方がスッキリしない。俺がお前を殴るなんてことできるわけないだろ。他人はよく殴るくせに、どうして私は殴らないの。憐憫の情ってやつ。お前の体をこれ以上不幸にしたくないだけだよ。じゃ気持ちは、気持ちはいくらか元気なの。ちょっとばかり辛抱してくれよな。俺がきちんと先に幸せになってから、その幸せの安全性を確かめてから、お前をそこに引き上げてやるからよ。私たち、せーので一緒に幸せになる手段はないわけ。順番待ちってのはどこにでもあるんだ。俺が先、お前は後だ。なぜなら、順番待ちがあるってことに気がついたのは俺だからさ。さあ、踊ろう。みっちゃん、今日のお部屋がいくらだ。327万飛んでこい。いくら気づかなくしようかね。はっちゃん、ピンチ。あれはうちの地下室にあると思うだけでワクワクするね。上の人たちがその家も続々収益上げてるし。私の読みは当たったよ。マスがうちに来て1年になるの。あの子は金のなる木だね。姉さん、ヒロミはお願いがあるんだ。なんだ。ヒロミとミッチーの CD を出したいんだ。 CD? いいか、なんか好きに欲しい。ありがとう姉さん。ミッチー、 CD を出そう。2人だけの CD を出そうよ。うれしい。ヒロミとミッチーは歌など歌っていつも一緒ね。ミッチー、ミッチッチー、小さい子みん人生記念パーティーが始まるよ。踊った。私吐きそう。ああ、高江、100万円くれ。ないよ。じゃあお茶くれ。はい。俺が福助連れ出したってのはまだバレてないで。あんたは変に運がいいよ。はい、お茶。病院から失踪した福助であるが、彼を取り上げて三隅に売り渡した北九州の病院長が自殺を図り、ショックで植物人間だってよ。これであれだな、身元が完全に分からなくなった。
ったって。芝居だろ。福助、寒いよ。お前はどこにいるんだ。元気か。毎年大晦日、街角でこの曲を聴くたび、お前のことを思い出すよ。赤ん坊の頃どんなに泣いていても、この曲を聴くと思う。おとなしくなったよ。いやー、まいったね鈴木くん。いくら不景気だからって退職金が氷じゃあね。これじゃあまるで田舎の草駅ですよね。何それ、ミットもない。うわ、愉快です。寒い。20円ちょうだい。10円。はい、10円。本当に10円かよ。10円ちょうだいっていうのは350円ぐらいちょうだいってことのレトリックじゃない。じゃあお金ないから氷。いやだ、これ冷たいよ。寒い。いやだ。そうだ、昨日金物屋さんでね、こんな素敵なナイフを買ったよ。柄のところがほらすごく握りやすい。あー、シャリシャリ感もいい。お前を私から奪ったやつにきちんと復讐するからね、福助。おめでとうございます。早くこの狭いお腹から自由になりたいみたい。活発な子。さあ、聞くんだ我が子よ。ベートーベン作曲喜びの歌だ。父さんの一番好きな曲なんだぞ。体調いいのよね。お前もきっとお父さんみたいに音楽好きに育つよ。マス、俺は嬉しい。お前が明るくなってくれて俺は嬉しいよ。なんだな、赤ん坊なんてな、二の次だな。俺がお前のその明るい笑顔が自分でも情けなくなるほど嬉しいんだ。社長。社長。じゃあおしまい。はい。いつも俺が歌ってたこっちなら突然さ。福助、動けるよな。芝居だろ。俺とお前の間でマジはなしだぜ。話よ、ほら記者会見でバーンコップ倒したみたく受けないだろ。おい。大丈夫なの？大丈夫だよ、だから大概のことは大丈夫なんだから。まあまあ、水臭いぞ。お前、身内身内身内、身内には心を開け。身内。ああ、天元さん。あれ食ったりしない。コオロギ吉尾さんですね。違います。嘘つけ。そうです。そこに寝てるのは須賀間夏夫くんだ。違います。嘘つけ。そうです、夏夫くん誘拐の容疑で逮捕します。警察前どこ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 にある。なんかと、まあこんな感じですんで、はい、失格してください。ちょっと待って待ってくださいよ。あの家内がめくらなんです、ね、私が連れて行かれちゃう。大丈夫だよコオロギさん、大概のことは大丈夫なんだろ。酒井さんの面倒は僕が見るよ。福助、お前。ああ、僕は誘拐されたんじゃない。望んでここに来たんだ。団長、夜の部の幕が開く。僕はステージに立つぜ。鉛筆交換してくれ。松尾君、君は平気なのか。僕はもう夏尾じゃないぜ。福助だ。お前嘘つきだな福助。え、一気にしてんじゃねえかよ、ふざけやがって。あんた、どうしたの。福助はどうなったの。わかんねえのかよ。一つ大人になったんじゃねえかよ。まず、あんたらと俺の違いを教えてやろうか。何？そんなの見ればわかるって？本当だ。あんたらの頭には脳みそが入るスペースがないね。さ
ない違いとは何か。俺には考える時間が腐るほどあった。でもあんたらにはノーだったってこと。俺は変態に育てられたよ。10年もね、嫌ってほど本を読まされた。映画、音楽、密室の中で望めば何でも与えられた。通信教育で肩も覚えたぜ。しょうがない。だけど、一番関心があったらもっと哲学的な問題さ。世界一醜い人間はどうやって生きていくかっていうね。神様おらんだけじゃないぜ。神なんていない。信じるやつはバカだ。宗教なんかやるやつもっとバカでしょ。天に感謝するより自分に感謝した方が救われる。あの世とか来世の幸福なんて言ったやつ早く死ね。死んだら灰になる。それでおしまい。宇宙人とか超能力とか霊魂とかみんな同じだろ。お祈りしたら UFO が来るなんてそんなのバカ取り越しても英語いつもだろ。てめえは何様なんだっつうの。あんたの祈りなんか誰が聞く。牛や豚殺して食ってそれで人間だけが救われるなんて虫が安すぎるぜ。未来なんて信じてるやつもクズだ。未来なんて生きてるうちは永久に来ないんだから。あんたが死んでから先が未来なんだから。ああ未来だろうが来世だろうがエッセンスだってレベルじゃ同じだっつうの。この顔にこの頭にどんな未来があるの。ノーフューチャー、ノーフューチャー、ノーフューチャーフォーユー。映画を見て現実を忘れる人もいるが俺は逆だった。俺は人とは違うってことを密室にいながら一つ一つ思い知らされてるさ。そのために俺考えた。フットボールのヘルメットが頭に入らない時人はどう生きるか。ディズニーランドの乗り物に乗れない時人はどう生きるか。生まれてこない方が良かった時人はどう生きるか。それでも宗教も未来も来世も信じられない時人はどう生きるか。なんつってあんたは俺がここで倒れたらどうする。ん、親切にするだろう。俺がいつも考えてるのはね、あんたらの親切からどう身を守っていくかってことさ。それでもまだ俺に親切にするか、親切にするか。だったら俺と結婚してくれ。俺とセックスしろ。俺とセックスしろ。俺とセックスしないやつに親切にさせる。勇気づけられもしないし励まされもしない。何にも感動しない。だってさ、俺が生きるってことはそういうことでしょ。アグネスちゃん、クラネキデスコ、俺とセックスしろってそういうことでしょ。すさんでる。俺が違うね。俺ほど建設的な人間はいない。なぜって、俺には生きる理由がある。でもあんたらにはないだろう。あんたを殺してでも俺は生きるぜ。なんだって俺は世界一の男だからさ。叩いて踊ろうよ。こんな子が鳴らして歌おうよ。風も甘い、とっても甘い二人だけのパーティー。次は菅間夏男くん誘拐事件の話題です。夏男くんを病院から拉致した疑いで取り調べを受けていた菅間医院の警備員だった男性は、夏男くんの証言などから一連の行動は誘拐行為に当たらないとして今日釈放されました。また本人のたっての希望により夏男くんの身柄は同男性が引き取ることになった模様です。なんだよ。また何か予感ですか。違うよ、帳簿の計算が合わなくてね。お疲れでしょう。
この休みにコレクションでも見に行きませんか。いいね。地下室はひんやりしている。 CD の売れ行きはどうです。売れるわけないだろう。お慕いしてました。ふざけるな、男は嫌いなんだよ。じゃあ好きにしてやるよ、ひろみさん。俺の秘密をあんたにだけ教えよう。やったんならやったって言ってくれよ。言い出すかよ。責めてるわけじゃないんで、事実を確認したいだけ。セックスしたよな。違い。そのことばかりが気がかりでしょうがなかったんだよ。頼む、やったって言えば済むことだからさ。違い。いや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 、冷静もいいところ。だけどさ、これからの長い道のりそこのとこきちんとさせないと心配じゃない。やったよな。私の調べでは5年前までは錦糸町のキャバレーで働いてたってとこまでは分かったの。問題は
をやった形跡はないし、風俗業界からもぷっつり切れてる感じがするもん。ちゃんと調べてくれてんのかな。調べてます。マスはもうこの東京にはおらんのかもしれないな。あるいはのたれ死んだか。やだ、弱気になんないでよ。ねえ、おいしい晩ご飯でも食べていこう。ね、この度地元から離婚をいたしました公明党の池田大作でございます。これからの日本はますます高齢化いたします。おじちゃんよろしくお願いします。池田大作です。お姉さんもねよろしくね。頑張ってください。 ありがとう。5000円ありがとうございます。しちがいよ。選挙か。全てのちゃんとしたことが私とは別世界のことのように思えるな。おじさん、どうしたい。あれ何、都知事選のポスターだ。なんだ、日本文化風俗投稿にスマダス S だ。マス、どうした、どうしてマスがあんなところに。おっと見つけた。よかったぜ。スマダス A が S だマスとはな。やだ、タモちゃん知ってたの。知ってたも何も。スマダス A は風俗界の陰の大建物だぜ。俺も記事にしたことがある。歌舞伎町一の成功者、小妻三姉妹のブレーンだって噂だ。雑誌にエッセイも書いてるし。とにかく表舞台にこそ立たねえが、その筋では一目二目置かれてる女さ。どうして、どうしてまずあんなところを。なんで人生地味にやっていけないんだ。クソ、ちょっとおじさん、おじさん、どいてくれよ。なんだブスブスだ、お前らブスだ。そうする女子高生、世紀末である。大変です、先生が、院長先生がお目覚めになられました。奥様、院長先生がお目覚めになられました。バイブルとして隠れたベストセラーさ。いや、あいつに文章なんて書けると思いません。漢字だってろくに読めなかったんだから。おそらく大学で文学をやってた小妻光の代筆でしょう。本だけじゃない、マスは発明で特許も取って、スマダ式壺原稿機の開発など、スマダ先生の活躍はマイクルに届かりません。スマダの壺で赤ふた治る雑誌の広告で見たことあるわ。なんて人なの、マスさんって。なんてやつなんだあいつは。なんて女さ、なんて女なんだよ。東京に出てきてからのマスはね。それでは我々風俗業界に生きる者の希望の推し、スマダ先生にご登場願いましょう。あっ、どうも。どうも、スマダです。セックスを考えて50年、考えすぎてプライベートが淡白でつまんないぞ。何だ。ちょっと待てよ、スマダさん。今でって言っちゃ困る。タイミングだ。俺にも考えがあるんだから。もう見つかったんだからいいじゃない。バカ、マスは必ず落選する。再会はそれを待ってからの方が美味しいだろ。いやいや、タイミングを測るなんて10枚目やることじゃないわ。計算はダメ。もっと行き当たりばったりに。俺が出てきたことがただの10枚で終わると思ってんのか。スタバ、お前は危ねえな。帰るんだ、おっさん。待てー、マス。ブラストゲームブラストゲーム。I'm going to go to the hospital.
でもあんたは演説を続けるんだ。私の第一の政策は風俗業界に生きる者への更生、すなわち生活保障です。例えば AV 女優の寿命は非常に短く、1、2年持てばいいところと言われております。男たちの孤独な欲望を満たしてビデオから消えてどうなる。死ぬわけじゃありません。その後何十年生きていかなきゃならないんです。業界は華やか、でも問題は人間花がなくなってからの人生の方が長いってところにあります。これは風俗全般に生きる者に当てはまりましょう。人の花を味わい尽くしておいて、それがなくならすぐにポイ。これでは日本の風俗文化はいつか滅びてしまう。昔吉原の女郎たちは年を取り、年季が明ければ帰る故郷がありました。でも今を生きる彼女たちに帰る故郷などありましょうか。税が非でも私は風俗保険、そして風俗年金の設立をですね、この選挙に勝った方が実行した所存とか出てまいります。皆さん、私実は北朝鮮のスパイに追われています。ウネですから。スズムシがいないにもかかわらず、その匂いを嗅いだからです。スズムシはマンの匂いがするのです。マンの匂いのする女は私の家の隣に住んでいます。早くマスの匂い、浜女は恋まれているのです。じゃない、浜田先生も疲れてまいりましたので、ここらで一つマンの女お開きということで、本日はお忙しいライオンの女、ありがとうございました。ご守護神様をお呼び立てするご報告を賜りたいと思います。はい、僕はこの年まで子役スターとして活躍し、それなりに評価を得てまいりました。それが去年、何十万人に一人という恐ろしい目の病気、三色性角膜潰瘍ぶどう膜炎にかかり、左右10回の手術を受けましたがうまくいかず、ついに目くらになる手前というところで、この福助陰陽研究会に出会い、福助ご守護神様に宇宙陰陽二方のご説法を賜りました。それから一月、境ご神台の導きを受けるうちに、霞み始めた私の目に光が差し込んできたのです。そうです、これで目くらの子役はいなくなりました。よかった、目くらの子役はいないんだ。芸能活動を諦めかけた僕にとって甲斐がたい喜びでした。今後もこの甲斐に残り、お返しを続けていく気持ちです。そうですね、お救いがあってお返し、お返しがあってご報告、そのご報告にまたお救いがあってお返しご報告と、この3つの霊式連鎖こそが不幸幸福大反転への正しい道のりなのです。お救い、お救い、ナムオンタイレ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 。それでは福助ご守護神様にご登場いただき、今日のお救いの言葉を賜りたいと思います。生まれてこの方、自分ほど不幸な人間はいないと私は思っていました。しかし、栄えご信頼と出会い、私こそ不幸幸福大逆転の守護神、一般的な言葉で言えば福六寿の分身であるとのお知らせを受け、不幸な皆様を何とかお救いしたいと願ったのです。不幸幸福の大反転とは、宇宙の法則に従った皆様の道、運命ですね。それへの異議申し立ての手続きを指して言います。私を通して皆様の不幸を修正しましょう。それがお救い。あとは栄えご信頼の導きを受け、心身の健康、宇宙との調和をしっかりと取り戻すのです。
ペンネームで書いた本売れてるらしいね。隠してたね、文才を。三日で書き上げたからね。何書いたかも覚えちゃいない。見下ろしてごらんよ、ほら。これがあんたと私たちがたった4年で建てたビルだよ。あのキャバレーもあの喫茶店もあのパチンコ屋もみんなうちのもんさ。まだまだこれからよ。見ててごらん。そのうち歌舞伎町中のネオンが夜空に向かってこう書くわ。マスさん、あんたは正しかった。プリプリ。マスさん、あんたは正しかった。あんたは正しい、正しいと言い続けな。正しさってのはそういうことさ。でもね、姉さん、悪い噂があるの。福助陰陽研究会のこと。なんだそりゃ。最近新宿でのしてきた新興宗教さ、人気子役スターの病気を治して信者に引き入れて以来急激に名を上げたんだ。それが私たちのビルのある辞書は、自分らの宗教の聖地だから不浄な商売する者は立ち退けって言ってるらしいのよ。無謀だね。それは無謀だよ。あんたが言うと説得力ないけど、問題は下手に正義の御旗を掲げて入ってこられるとこっちはヤバい商売もしてるからね、面倒になるってことさ。それと姉さん、最近ヒロミの様子がおかしいの。なんだ、初耳だね。正義の御旗か。こっちもそれを振り回してやろうじゃない。なんなの。私立候補するわ。マッサン、今度の都知事選に出んのよ。どうして、どうしてミッチーはヒロミと別れなければいけないの。ヒロミはミッチーに不実をした。だから別れてその罪をあがなうのさ。ミッチーは罪など許すわ。ヒロミ好き好き好きなの、愛してる、苦しいの、カサカサなの。ミッチー、不実は果実だ。え、少ないが手切れ金だと思ってくれ。おいらチンコが好きになっちまったんだ。熱い恋したいんだ。ゲレンデ溶かすような熱いチンコ、よろしくお願いしますよ。それが悩みさ。アデューミッチ。ヒロミさん、お迎えに上がりました。レイジ、お願いがあるんだ。何です。二人の CD を出さないか。いいですとも。ヒロミとレイジのポップンロールさ、よろしくお願いしますよ。あ、こちらこそよろしくお願いしますよ。じゃあ私の頼みも聞いてください。実は恥になることなんですが、地下のコレクションのことなんです。不発弾がどうかしたか。火薬抜いていただきたいんです。無理だろう、姉さんが怒る。本当は怖いんです。私の目、自衛隊にいた時不発弾でやられたんですよ。あれが地下に何十発も眠っていると思うと、おちおち寝てもいられやしない。姉さんに相談してみないと。こっそりやりましょう。反対されるに決まってる。ポスター2万枚すりやがったわ。うちの系列のおせつパーテンポンビキシン、みんな報道にして貼りまくるわよ。後ろ立ては任しときな。輪廻転職プレーの常連客には政財界の大物がいる。こんな時のために弱みは握ってあるんだ。ちょいと寝回しで忙しいのさ。やっと、やっと周りの波長が私に合ってきた。最初からこうだったら何の問題もなかったのに。ああ、しかしヒロミに若い私に会った時は死ぬかと思いました。私はそれまでレズビアンでしたが強く生きてきたつもりです。でももうダメなのです。愛する人を失うということがこんなにも辛いとは。それから毎日泣き暮らしています。頑張れ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 。こんな私をどうかお救いください。あなたはです。
ことの手続きが取れました。私たちはあなたを救いします。ありがとうございます。ビギナーの方のためにご説明いたします。この方が受けられたお救いの儀、これは1回15万円になっておりまして、こちらで行われているお導き、これは1回7000円で、だけど毎週やらないと効果がありません。年会費の方は、10万円となっておりまして、これは新しい会員の方をですね、1万人紹介していただくごとに、良いクーポン券をお見せします。良いクーポン券なのでよく見てくださいね。それからですね、この福助ご守護神様が大嵐になった不幸幸福大逆転の術、これは出読書になってます。これ3000円です。それからこの可愛い福助人形なんですね、これは500万円から、50万円の間の値段となってます。ローンも引きます。待ってよお兄さん、今さら会わないなんて話が違うわよ。いいです、いいの。とても私の手に負える相手だとは思えないから。10年近く追っかけてきたくせに今さら尻尾回って逃げる気。バスは死んだんだ。今いるあの人は何か不思議なとか間違えた人なんだよ。被害者のままで終わるつもり？楽だいいわね、被害者は楽だ、被害者は。私が被害者になっちゃった。九州にいる頃とちっと変わっちゃいない。僕は僕はいじめられっ子のひでぼうなんだ。タイトルも決めたぜ。純愛よどこへ行く。どうだ、早く帰ってきてよ。東京は今大変なことになってんだから。なんだ、どうした。福助なんとかって宗教団体がマスさんの日本文化風俗とものすごい勢いで攻撃してんのよ。ちょっとやばいよこれ。面白くなってきたじゃねえ。目の前がパッと明るくなったね。でもな、もっと面白いことが分かったんだよ。とっつぁんは子供の頃いじめられっ子だったって言ったな。それはどうしたの。昔とっつぁんをいじめた男たちとマスは寝てるぜ。しかも結婚した後だ。はその数なんと12人。マスがとっつぁんと暮らしてた12年、とっかいひっかい1人ずつだよ。近所の人間はみんな知ってたぜ。知らなかったのは旦那だけ。だってマスさんは12年間うつ病だったんだよ。じゃあホテトルやってるおめえはなんだ。毎日違う男とはめてよ。躁病だからか。僕仕事じゃん。これは汚れてるぞ。汚れてなんぼや。させこ、させこ引っ張らすと何が出てくる。痛いな。なあ双葉、俺が物書きやめられねえ理由がわかるか。人の触れられたくない部分を掘り起こすとな、必ず宝物が出てくんだよ。俺だけに価値がある宝さ。あんた最初からそのつもりで。なあ双葉、何よ。なにが純愛だ。そんなもんに協力しておめえ綺麗になれるつもりか、バーカ。
ろお世話に、なりました。私九州に帰ります。今のマスにはもう合わない。これが私の最後の意地なのかもしれません。そっと生きて、そっと死んでいきます。ありがとう。さようなら。やってないよ、ね、この台の中に。疲れて帰ってきたあんたを驚かそうと思ってしてみたの。どう？綺麗に濡れてる？今日新しい会員が、ね、10人増えた。俺銀行信用してないから金庫買い替えないとな。あんた、もう寝ろ。私ってやっぱり気狂ってんの？気違い。私もう寝ろって。俺も寝るから。ごめんね、あんたのことめちゃくちゃ好きなのに。なんか狂っちゃって。普通じゃないです、神様乗り移るなんて。でもね、神様の声を聞いたよ。コオロギさんはサカエちゃんのことが好きなんだよ。やっぱり気狂ってんね。私、お前が気狂ってるか、今井が神様の言うことに間違いはないさ。そうだよね、なんつったって神様だもんね。でも私のとこに来るなんてバカな神様。ああ、神様はバカだ。神様のバカ、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 神様のバカ。待ってるよ、待ってるよ。選挙新聞取ってよ。なぜだ。ああ、小林を、小林、福助様に言われたの。宇宙の中の僕と行動量は決まってるから、自分に幸福を増すためには不幸にしていい人にどんどん不幸になってもらうしかないって。何やってんだてめえ。あんたにも不幸を分けてやるわ。一番でかい小妻工業ビル。私はあそこに帰るわ。あそこが私と神様の聖地よ。あの人たちより先にいた私の場所よ。取り返さなくては。取り返そう、取り返そう、取り返すから。静かにしてくれ。めんどくさくてごめん。
だ。確かに拾いの叫び声が近い。デイジ、これは一体何てことだい。福助陰陽研究会、小妻の人間は皆殺しだって言ってました。何だって。デイジ、ぼやぼやしてないで死体を早く片付けな。大差し金付き合ったらごめんよ。じゃあボケ。バカ。はいよ。ヒロミ、お前のプレゼントがあるんだよ。福助、身長40メートル、重さ50トン、総費用3億円、福助大仏完成予想図だ。俺のデザインだぜ。こいつをお前の聖地歌舞伎町にぶっ立てる。何、宗教で金だ金だってあぶくめにな。パーッと派手に使って、とんとんここでメキシコあたりに寝よう。いいね、大仏縦逃げ。拝んだやつだけバカを見る。厚さ3ミリすっからかん、ブリキ作りのボコボコ。意味ねー。ありがたみねー。酒井ちゃん、あんたの面倒くささって大したもんだな。この男にここまでさせるんだからさ。どうだ、栄、幸せか。もう遅いよ、もう戻れないよ。寝ろ。こんにちは、福助陰陽研究会顧問の杉山です。皆さんは今ここにいる幸せをかみしめるべきです。なぜなら私、半ば使命感半ば趣味としていろんな宗教の顧問を担当してまいりましたが、福助陰陽研究会ほど可能性を感じる宗教もないと断言できるからです。楽屋でこんなことしてていいの、あんた。ここまで来たらもう俺の出番はないよ。あとは杉山先生が仕切ってくれる。うさんくさい男ね。作家なんでしょ。隣にいる影村ってのが元婚約スタートね。先生のお稚児さんなんだよ。ほら、金。ありがとう。俺と逃げないか。やよ、泣いたり笑ったり怒ったり、めんどくさいから。冗談だよ。ほら、そろそろ福助大先生のお出ましだぜ。いいですか。皆さんを含む全国3万人の会員が1万円ずつお返しをすれば、大仏建立の費用は賄えるのです。今や不浄の地と化した歌舞伎町を取り戻し、聖地として復活させるのです。それではいよいよ感動の瞬間です。我が福助ご守護神様にご登場いただきましょう。南無御大礼。どうしたらいいの。あ、元に戻ったようです。なんだっけ、こんなところでご主人様が消えた。いいお前たち、今はマスターの大事な時だ。復讐は静かに行うからね。面白いわ。あ、皆さん、ご静かに、ご静かに。おい、どうしたんだよ。福助、どこ行ったんだ。小妻姉妹にさらわれたのさ。誰だってめえ。あんたらの力になりたい。俺はいつらの下で働いてた。小妻姉妹を舐めちゃいけねえぜ。あんたら福助陰陽研究会の攻撃としていち早く手を打ったのさ。早く取り戻さないと教祖様の命はないね。どうすりゃいいんです。信者の中に戦力になりそうな奴らにね、役をやらせるぜ。役を。日本人の大好きな頑張れる奴だよ。やろう。俺がやめてももう転がるだるまの目に炭は入れられねえのさ。ってねえよそんなことわざは。おい、いいか、おめえはいつだのとっさんと連絡を取り続けてるよ。マスが危険だっつってな。危険ってどういうことよ。福助なんとか教の信者に化けて3周年記念祭だとかいうイベントに潜り込んだ。
教祖様の姿を見て笑ったね。あれは菅間夏男だ。菅間夏男？ああもうなんか頭悪くなってく。日本語忘れたよ。この道おい頑張れ。三隅事件の生き残りでただ一人身元が分からず消息も不明になってた福助野郎さん。いいか、今度の一件はなバラバラに見えて実は繋がってたんだよ。しかもイベントの真っ最中夏男はさらわれた。犯人は俺の患者小妻工業だ。奴ら女のくせに歌舞伎町じゃ薬剤場の力を持ってる。噛みつかれて黙るとかじゃねえ。あ、俺はとにかく小妻工業ビルに行くから、お前は家で連絡を待ってくれ。練習ろ。見つけた。何よ、こじき。こじきもいい。始めるわよ、いちじく坊や。自殺未遂で植物人間になっていた三隅事件の容疑者である北九州の病院長が先日落雷のショックで意識を回復していたことが判明しました。本日の午後記者会見を行い売り渡した赤ん坊の身元を公表する模様です。次は都知事選の話題です。手が出せなかった。エツは正解に顔が効くからね。とてもそれだけとは思えないんですがね。さすが察しがいい。小妻姉妹は自分たちに関する噂を流した。歌舞伎町中のヤクザを殺せるだけのすごい武器を持ってるってな。まあ実際は自衛隊の演習場から拾ってきた不発弾さ。当たりはでかいがね。それをヤクザが本当に信じていると。まあ一種のシャーマニズムだね。ヒロミには予知能力があったしな。とんでもない奴らを敵に回したもんだ。ゴシゴシンさんは武士を救いすることができるんでしょうか。ピューピューピューなの。大丈夫、手は打ってやる。コロギさん、この件俺に任せてみるかい。一つ聞いていいですかね。あんたには何の得があるんです。別に、途中で中断された喧嘩の続きをやってるだけさ。いいんじゃないですか。よし、結婚は明日だ。集められるだけの信者はシャボーで、それから小妻姉妹に来い。小妻姉妹集合だ。はい。あんた、さっきからパパパパパパパ。あんた、おい、びっくりした。おい、先輩、気がついたんか。帰ってきたんだね。ねえ、なんで私はこんな格好してんの。あんたもこんなだらっとした格好して。お前どうした。てめえ、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 てめえ
けもほど消えやがった。まさかに通報がこじ開けられてる。空調ダクトの中に逃げ込んであるよ。おいおいおい、水虫ほったらかすからこんなになっちゃって。だから水虫じゃねえってよ。あれたかってんじゃないのよ。安田さん、帰ってきてたんか。はい、庭に畑作って芋でも植えようかななんて思って。あ、そう。いや、ついこの間さ、変なカツラかぶった男あんたのこと嗅ぎ回ってたよ。カツラ。さあ、大変なことになりました。今回の一連の事故、須磨田先生の命令の最中、近くで遊んでいた赤ん坊が川に落ちたのです。それを目撃した島田候補は我を忘れて川に飛び込みました。そして彼と野津に立とうとしております。後見人の小島さん、どうでしょう。二人は無事だと思いますか。須磨田は死なない。今に浮かんでくるぞ。お前まさか神様が。神様って何。変な人。なんだこれは。ブロン、やったー、やりました。島田候補やりました。いかがですか小島さん、一言。島田は必ずやると思っていました。どうした、バス笑うんか。大きな影響を及ぼすでしょう。次の日、私は死にました。なぜ自分が死ななければいけないのか理解しないままに。だけど死んで分かったのです。世の中には死ななければならないことなんてない。その代わり生きなければならないこともない。すべては50-50だって。だから私はやっぱりがっかりしないよ。何が何だかわけが分からなくなってきたから。マスさん、時々いなくなることなかった。うん、年に 2,3 ヶ月田舎に帰るとか言って。やっぱり。いやいや、でも まさか。あ、いや、あいつは精神的にあれだからと思って。いやいや、まさか。マスさんは浮気をしてたのよ。1年に1人、12年で12人。じゃあ、じゃあこんばんは。今後の民前は大変な状況に包まれております。今朝投票も終わり、開票結果を待つのみとなった一色候補。昨日、溺れる赤ん坊を救ってまたも話題を巻いた吉田候補の選挙事務所もあるんですが、2000、いや3000人ほどの福祉音響研究会の会員がその周りを二重三重に取り巻いているのです。います。います。います。え、皆さんこちらで何をしてらっしゃるんですか。駒田先生なんでね、インチキなんだよ。こちらはね、うちの教祖様が習ったんだ。ゆかやま、ゆかやまが住んでんだ、このビルには。この大事な日になって騒ぎなんだ。化け物はまだ見つからぬかい。若い人にビル中熊崎探されてるけど、あの体で空調ダクターに潜り込まれちゃう。あんたは鼻まで食われて悔しくないの。一回見ちゃったら全部下ろしたのね。それはレジ家でしょ。畜生、昨日マスが子供を助け出した時は神様もなかなかブラックユーモアが分かると思ったのにね。みんな、殺しの指で振る。僕真面目な人に恋した上に拾って殺されたとするな。記憶の結局は大変だって。魔女だよ、本当の人間は。レジ、何したの。あんたらを住んでる人は神に入れてくれてるんだ。いっぱいもいるんだよ。あんたに面倒見てやったのに。苦しけ、お病気受けたから。Yeah!
口を守らせるんだ。入ってくるやつはぶっ殺せ。バスはどこにいる。部屋で開票速報を見てるわ。あ、姉ちゃんどこ行くの。地下室だ。いざとなったらあいつらの上に不発弾の雨を降らせてやる。どうしたい双葉ちゃん。いや、ガラスの割れた音が。で、どうなんだい。マスかい。マスは自分の産んだ子を埋めたのかい。マスさんはね、そうすることで自分と世界を殺したのよ。何それ。リセットリプレイ、死と再生よ。この世は悪い世界、その悪い世界と鬱になると男が欲しくなる悪い自分を同時に消滅させて新しい人間として生まれ変わりたかったの。どこだよ福助、どこにいるんだ。お前はいつも俺の前に現れる。また俺を儲けさせてくれよ。でもなぜ赤ん坊。赤ん坊はマスさんにとって悪い世界と悪い自分の間に生まれたもの、分身なのよ。だから赤ん坊を殺すたびに。マスは生まれ変わったってか。おじさんかわいそう。そうだね、私かわいそう。ずっと蚊帳の外だったんだね。慰めてくれるんだね。だってまだ延長してるから。もっと延長してもいいんだよ。いいことある。延長しようよ。死ぬまで延長しようよ。ボンジュール、おかめさん。やけどの田村のガールフレンドはブスだね。ブス。どうしたい、タバちゃん。三角形になってきた。君には罰を受ける人間は美しい。あんまいいことないから。クスケ、俺とお前はシーソーゲームだな。お前が沈めた俺に向く。ああ、また沈めてやるよ。今度は俺の番だろ。おい、残念だね、田村君。もう気の出番はないんだ。男爵、あんたに生きてたのか。でもきちんと復讐させてもらうよ。ちょっと待ってくれ。ダメ、アイスラッカは持ってるもんだな。死ねえ。頼む、助けて。じゃあ俺の糸用紙を食え。死ねえや。
神様いなくなっちまったか。参ったな。どうしたの？いや、お前の信者にな、霊薬だっつってシャドウ打っちゃった。それで？野となる山となる。そんなことよりな、バカヤどうだ？久しぶりにするか。いいよ。あ、その前にちょっと確かめときたいことがあるんだけど。何？福助と寝た？そう言ってほしいの。ねえ、ねえ、ねえ、寝た？寝たよ。私は見晴らしのいい場所に立った。幼虫のように何も考えずに生きてきたのです。でも全ての謎は解けたわ。人間が死ぬ動物で本当によかった。スマダスへ落選確実。惜しかったね。人命救助までして話題作ったのに。分かっていたわ。何やってんだか私。トホホって感じよ。なんだよ、塩らしいじゃねえか。あんたの口からトホとはね。さあ、続きをやろうぜ。続き？何の？スズムシの話さ。スズムシ？なんか忘れたなんて言わせねえぞ。スズムシの匂いがするかしねえか、ここで決着つけるんだ。そのためにお膳立てしたんだからな。どこの野郎ババア！スズムシなんて見たことねえよ。決着は俺がつけるよ。あんたがここの黒幕かい。許して。あなた怒ってる。私が悪かったんでしょ。きっとそうよ。いつもそうなの。お願い、許して。何でもします。なんだか知らんが、俺に許しを請う限りはあんたを許さないよ。はしゃぎすぎたのね。ごめんなさいよ。やがるな。俺とセックスしろ。俺とセックスしないなら俺を憎む。でなきゃ俺は誰にも謝らせない。人間にも人間が平等です。私には全てが許せる。許して。あっ、
人もいつかは死ぬ。死んで光の輪をくぐり、私のように見晴らしのいい場所に立つの。ねえあなた、私はもういないのよ。いや、いるよ。もうお弁当も作ってあげられないけど、頑張ってね。いや、作ってもらうよ。おい、映画を見ようぜ。わがままを言わないの。あんたは俺によく似てる。私は空っぽの女よ。俺も空っぽだ。みんな空っぽよ。空っぽさ。でもまだ奥の手はあります。回答速報の途中ですが、ニュースをお送りします。今日午後、三住事件の生き残りで現在行方不明の菅間夏夫くんの身元を知る医師の記者会見が行われました。同医師は事件後自殺を図り、4年間植物人間の状態でしたが、つい最近意識を取り戻し、この会見に臨んだ模様です。医師の話によると、菅間夏夫くんの両親は北九州でメッキ工場を営む S 田秀一さんと桝さん夫妻であるとのことです。同医師は夏夫くんを取り上げた後、夫妻に死産であると偽り、夏夫くんを三住製薬に売り渡しました。なお、母親の桝さんは現在行方不明の。俺の体の中にあの曲が何響いてるのわかるか。わかるか。私とあなたは昔よっこの曲を聴いた。人生で一番の思い出の曲。俺はあんたを許さない。みんな私のせいだもんね。俺は誰も許さない。レイジのやつもまさか屋上にこれを隠してたとは気づかなかったようだね。姉さん、そういう私の国が二人の音があんなに楽しそうに。何のために死んでいくのかが分かるような気がする。おーい、おーい。こっから見ると人間もアリンコも同じだね。ミツ、ヒロミ、私はこれがやりたかった。高いところから水面の下。母ちゃん、ここか。高い弁当作れ。お前そこよ。誰か呼んだかな。おーい、おーい。何あなた。おお、母さん、洗濯物落ちてたよ。ほらこれ。あら、ごめんなさい。あ、大変、野生の王国始まっちゃう。野生の王国始まるわよ、福助。なんだその福助ってのは。何に向けてんの。福助は福助でしょ。ああ、いや、始まっちゃう、始まっちゃう。ライオン独身、ライオン独身。子供なんだから。中学生でしょ。別格別格、ライオンは別格だよ。でけえ。おお、また息の臭そうなのが出てきたな。肉食獣はクソクソクチクソ。変な歌作ったの、困った子。ただいま。ああ、おかえり。どうした。留学の話決まった。外国か。外国よ。すげえや、あなた。おお、よかったじゃないか。お姉の部屋使ってもいい。使ってもいいわよ。ずっとずっと使ってもいいわよ。お姉の部屋で跳ね回ってもいい。跳ね回りなさいな、存分跳ね回りなさいな。だってお姉は外国に行くんだから。みんな愛してるよ。嫌だわ、何よ不細工な顔して。愛してるのにな。悲しいな。夢なのかな。で、本当だ。ライオンが爆笑してる。ライオンが爆笑してる。爆笑してる。爆笑してる。そりゃまるで漫画じゃないか。
外からやるとは思わなかったよ。それも吉田君の感じとはな。いやいやいやよ、いいよね。皆さん今夜はようこそ お集まりくださいました。久しぶりに同級生が集まったんだ。昔を思い出して昔を語り合いましょうよ。昔か、それじゃいただこう。さあ皆さん どんどんやってくださいね。遠慮しないで昔みたいに楽しみましょうよ。みんな寄ってたかって私のことをいじめたこととか、女房の頭があれなのいいことに一人ずつみんなで慰み者にしたこととか。エスだ、エスだお前。私ね、生まれて初めてメッキ工場やっててよかったなと思いますよ。だって思う存分生産カリが手に入りましたもんね。Oh,
ー。